ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。ね、今シーズンももうね、あっという間に過ぎていきましたけれども。あ、そうだね。まあいろいろなね、こういう時期には選手が退団であったりとか、うん、引退であったり。またね、まあ、人事のことが多いよな。そう、監督さんが変わるっていうような話で、あ、まあ、ね、まあ、豊さんもね、いろいろな思いがある球団もあると思いますが、あ、そうだね、まあ、その中の一つ、立浪監督がね、今シーズンでもう、うん、退任されるっていうことを発表していますが、はい、その後任は誰になるんだろうって、結構いろんなね、まあ、いろんな憶測がね、飛び交ってますけれども、どうやら、まあ、例えば落合さんとかね、うんうんうん、まあ、名前を使わせていただいたっていうような感じだろうけどもさ、この後任候補ということでね、そうだね、うんうん、あとは誰だ、まあ、矢野、そう、阪神の前監督の元ね、うん、元中日だからね、うん、であったりとか、あとは辻監督だね。辻監督、元西武、ね、西武の監督の、まあ、中日にね、縁がある人だったから。うん、で、あとね、再建請負人というようなことでね。まあまあそうだね。うん、だから、まあそういう名前が挙がった中で、うん、今、二軍監督の井上和樹、ねえ、監督に要請したというね。ねえ、それはもう本当の話のようでね。うん、まあそうだね、まあ。返事はまだしてませんというようなことですが。うん、まあ、一軍がまだ戦ってる間に、うん、まあ、返事をするのはどうかいかがかなっていうね、うん、でもそれだったら要請すんなっていう話なんだけどもさまあだけど、うん、まあね、うん、早く体制を整えてという、まあ今年も会に終わったんで、うん、まあ早くこう体制を整えて、うん、まあ来シーズンに向かうためにね、うん、まあ早く決定したっていうことはすごくいいことだし、うん、まあ井上和樹ってまあどんな人物かって、まあね、今のね、中日二軍監督で、うん、はい、今期のウエスタンリーグでの首位争いに導いたり、はいね、はい、ちょっとこう手腕をね発揮してるようなところですが、まあそうだね、ね、その中でね、うん、まあ挨拶に行ったりだとか、うん、まあ話をしてる時にはもう笑顔を絶やさずよ、絶やさずというか、うん、まあそういう人柄でね、まあその温厚というか、うん、まあ非常に実直な方でね、うん、非常に好感が持てる、うんうん、ただその阪神時代二軍監督一軍のヘッドコーチをやっててね、うん、矢野監督とタッグを組んで、まあ、やってたけども、やっぱりヘッドコーチっていうのはやっぱり一つ上にね、まあ、監督という立場の人がいるんで、まあ、そこら辺はね、立ち回り振る舞いそういったものはやりやすかったと思うんだけども、うん、やっぱこう全責任を負った一軍監督っていうのはこれまたちょっと違うよね、うん、だからそこら辺での手腕というか立場というか、うん、そういうのをどういうふうに発揮していくのかとか、うん、まあ2軍とまた1軍の監督っていうのはまた全然違うしね、うん、だからそこら辺で勝てるチームを作れるかとか、まあ立浪監督が3年かけて、うん、やっぱチームの整備はできたと思うんだよね、はい、まあ立浪監督が、まあ、例えばその1年就任した時に19人の外野手登録選手がいたと、うん、こんなにいらないだろうって内野が不足してたとか、まあそういうことがあったんだけども、まあだけどもそのなんて言うんだろう、まあ内野手を増やし育てね、外野手のこう骨格を作りみたいな、まあだから戦いやすい状況にはあると思うんだよね、野手はね。あとはピッチャーのもう一つ整備しなきゃいけないところっていうのはあると思うんだけども、まあそこら辺でどういうふうに、まあ、井上和樹、新監督がまだ就任したらね、まあ、就任したらねやっていくのだろうっていうことはね、うん、まあ非常に注目して見ていきたいなっていうふうには思うけどもね、うん、今シーズンもね、二軍の監督さんということで、はい、まあ、しかもこう好成績でっていうところだと、うん、やっぱ選手のこともよく見ているというか分かっている、うん、二軍の選手のことなどもね、うん、っていうことはどうなの？あのね、よく言われるんだよね、選手のことはよく知ってるとか、うん、あの一軍の選手もそれに伴って、うん、まあその接点もあるだろうし、あの知ってると、まあしかし、うん、どうなんやろな、知ってていい部分と知らなくてもいい部分ってあると思うんだよ、うん、まあ例えば新監督になって心新たにっていう選手もいるわけね、うん、あ、この監督とは合わなかったから心機一転、はい、よしこの監督になったら頑張ろうって、でもね全部知ってられると
そういう色眼鏡でも見られるっていうこともあるわけよ、うん、だから心機一転が心機一転にならないっていう時があるし、うん、だからまあそこら辺はね、まあ、チームによっても違うと思うけども、うん、でもなんて言うんだろうな、平等な目を持ってる人だからね、うん、井上和樹って。だからまあそこら辺はこう選手の姿勢だとかそういうものを重要してくるとは思うけども、そうするとやっぱり選手のまあ情報としては持ちつつも、うん、一旦リセットじゃないですけど、うん、まあ新しい気持ちでみんなを見ていこうっていうところが大事なのかな。だから旗目はね、うん、こう新鮮な感じがするんだよ、うん、で中で本当にもうみんなのことを知ってるっていう人がなると、うん、まあもちろん安心感とかその下でね、いい成績を上げた人っていうのは2軍で、うん、いやこれ1軍に呼んでくれるかなっていう期待は持てるけども、うん、だから心機一転やろうとしてる人間で、そしたらちょっとがっくりくる選手もいる。だからまあ一長一短あるっていうことなんだけどもさ、まあ知らないよりは知ってる方がまあ駆け足でできるかなっていう、うん、だから新庄監督が日本ハムを強くした、うん、全く知らなかったよ。そうだ、でも知らないふりをしてたのかもわからない。確かに新庄監督はね、うん、でも一旦リセットしたよ、うん、あのチームを、うん、それから作り直したから俺は3年でできたと思うんだよ。でも井上和樹がそのリセットできるかって言ったらそれは絶対できないと思うんだよ。それは何でかっていうとやっぱ知ってるから。しかもこうコメントにもね、うん、こう立浪さんがこの3年間やってきて気づいたものを自分の中で壊さないようにっていうようなコメントをしている、まあね、ということはやっぱそういったところはなかなかリセットできないところもあるっていうことですね、うん、まあいいところを継承していこうっていうようなさ、うん、まあそういう気持ちもあるだろうし、うん、まあ立浪監督はある程度リセットしたからね、うんうん、まあ中日生え抜きの、まあ、ある程度中堅の選手を、ね、外に出したりだとかいろいろして、まあ、リセット状態にはあるんだけども、うん、まあ、その中で育ってきた選手、うん、まあ、そういう人たちと、まあ、こう手を取り合って戦っていくっていうようなね、まあ、形にはなっていくとは思うけどもね、うん、まあ、だけど選手は確実に育ってきてるし、うん、まあ、楽しみな選手もいるしね、うん、だからそこら辺はがすごく、まあ、来季を考えたら楽しみかなっていうふうには思うけどね、うんうん、まあ、そうなってくると、まあ、2軍監督が抜けてしまうので、はい、じゃあ2軍監督は誰になるのか、うん、じゃあ井上監督になった場合のヘッドコーチは誰なのかとかっていうところで、まあ、ね、多分またね変わってくることもたくさんあると思うんですけど、まあそうだ、まあなんか一説によると、うん、井上監督がやると矢野監督だった人がヘッドコーチに来るんじゃないかとか阪神のね前のね前監督、まあそういうことを噂されてるけども、まあそんなことはないだろうと思うんだよね、うんうん、だからまあ新たなヘッドコーチだとか、まあ、二軍監督だとか、まあ、そういう人たちをこう配置するけども、うん、まあ今までやってきたコーチをねじゃあどうするのかとか、ね、まあ、生え抜きだけは残すのかとか、うん、まあ、いろいろあるけども、やっぱこう新しい血を入れた方がいいな。なるほど。中日はね、うん、これはなぜかというとさ、やっぱこう刺激だな。うん、うん、だから、うん、だから刺激をやっぱこう与えながら、なんて言うんだろう、進めた方が、うん、まあいいかなっていうような、まあこう3年間やっぱこう立浪という監督ね、片岡ヘッドっていう、まあ、2軍監督からヘッドコーチ、うん、まあ、この2人っていうのはすごく縁も深いしね、うん、だずっと見てきたし応援してきたし、それから俺が読み取って感じることっていうのはやっぱ新しい地、うんうん、それで厳しくなんかこう中日ってなんかほんわかしてるような、うん、そんなこうチームだから、厳しさをこれからね少しでも少しずつでも出していけば、なんか本当に強いチームになんか変わってきそうな、まあ、そんな感じがするよ。まあじゃあ返すと、新しい流れ地が入ることで中日っていうのは大きく変わるかもしれないという高さも思ってる。可能性がある、うん、思ってるし、まあ、それだけの選手、頼もしい選手に育つだろうなっていうような、ね、まあそういうことも考えられるし、うん、まあ実際に育ってる選手もいるしね、で今年のドラフトだとか、うん、まあ、そういうのがものすごく楽しみだし、まあ、どこを補強していくのかとか、うん、まあピッチャーのね
ライデル・マルティネス、うん、これがこう残るのかとか、うん、まあ、いろんな問題はあるにしても、うん、やっぱこう監督を変えてね、また新たなスタートを切るんであれば、うん、ね、本当に、まあ、立浪監督が築いてきたいいところをこう継承してね、まあ、やってもらいたいし、ね、まあ、まあ、期待はするけどね、うん、まあ、明らかにね、この3年間っていうのもね、うん、毎年チームの雰囲気だったり、うん、強さっていうのは変わってきたのは見えてたので、うん、雰囲気はね全く変わると思うよ、あの監督さんが変わるとね、うん、やっぱ阪神時代にやってきた阪神がこうね、うん、メダルをかけるとかホームランか帰ってきたらね、うん、まあ、そういうなんかこう一体として明るい雰囲気を、うん、まあ、阪神の時は作ってたけども、うん、まあ、監督として中日に帰ってきて、うん、まあ、2軍監督としてね、はい、で、まあ、来季から1軍監督には多分なると思うけども、どういうチームの雰囲気になるのか、これはやっぱり今からちょっと楽しみやな。うん、なるほど、うん、まあね、皆さんどういった予想をしていたのかいろいろあると思うんですが、まあ、まあそうだね、まあ一番順当なところっていう感じなんでしょうかね、まあ、まあそうだね、うん、まあまあ予想通りだな、うん、うん、なるほど、まあ、うちの近くのコンビニのね、あの店長じゃないや、お店のね、オーナーさんがね、オーナーがな、大の、まあ、中日ファンで ね、もう俺の首を絞める勢いで次期の監督は誰なんかって分かったら教えてお、分かったら教えてくれって言ってたけども、ね、まあ井上和樹というね、うん、あ、監督に、まあ、決まりそうやな。もうね、そういったファンはね、うん、もう強くなることに期待を込めてますからね。まあまあそりゃそうだね。ねえ、うん、だからもう本当に頑張ってほしいと思うし、うん、まあまあでもやりながらでも厳しい人だからね、明るい中でもね、うん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 、だからそれは選手は勘違いしないように、うん、明るく振る舞ってもいいけども、ここっていう時には厳しいよっていうようなところのある人だから、またそういうことにも期待をしたいとね、いうふうに思います、ねね、厳しくてもね、結果がついてくるなら選手ももう全然ウェルカムでしょうしね、本当に、うんうん、まあ期待してます、はい、頑張ってください。